5分前じゃない、5分メイク。ごめんなさいね、こういう顔なもんでね、元から顔をね、できるものなら変えたいんですけど、こんばんは。なんかいつもと顔違うかな、なんで違うんだろう、同じメイクしてるのにな。こんばんは。今日はあれでしたね、無観客じゃない、何、配信限定公演 K2 初の。前髪伸びたな。初の最終ベルガム公演6人バージョンだったんですけど、本当にね、もうね、見てたんですけど、なんかもうすごすぎて、なんだこれはみたいな、なんかなんだ、なんかすごかったんだ、マンモスとかすごくてもうね、みたいななんて言ったらいいんだろう、語彙力失うけど、めっちゃかっこよかった。 DMM で皆さん最後まで見てましたか。髪型とメイク微妙な違い今日ないんだけど、なんでだろう、何にも変えてない、いつも通りなんだけど、超かっこよかった。なんかやっぱ少ないから一人一人がすごい動きをしないとかっこよくないと迫力が足りなくなっちゃうじゃないですか。でもなんかもうかっこよすぎて私こんなんできないって思うでも公演したいなと思いましたね、やっぱり。そう、今日の出演メンバーの先輩たちがかっこよかった。デベスとかもね、使ってね、なんか公演前に動画がね、 K2 の LINE に送られてきたんですよ。可愛かった。めっちゃすごかった。DMM はね、いいですよね。違う。そう、感動しました。充電ない。あ、それとですね、なんだっけあれ、あれ、なんだっけ。おうちラジオ、おうちラジオ、おうちラジオ聞いてくださいましたか。なんかできない、こっち。
そう、記念日を話したんですけど、ぜひまだ聞いてない方は聞いてください。それで今日は11月の話をするんですけど、テロップがこう、11月…ちょっと待って、テロップテロップ、2010、もう11月だ、早い。11月、でも11月って最近な気がするけど、意外と昔、昔ではないけど意外と前なんですね。11月1は手をつなぎながら公演でした。なんか今日顔違う、まあいいや。手をつなぎながら公演だったんだけど、公演前にエゴさんが一緒にね、なんだあれ、 K2 公演の定点を一緒に見てくれて、全部見てくれて一緒に、で私の振りとかをね見てね、間違ってるとことか直してくれたり全部教えてくれて、そう朝からもうね、本当にね、それのおかげで私は K2 公演にいっぱい出れたと思うので、感謝の気持ちでいっぱいです。しかもそのね、その何日かぐらいに K2 公演があって、その時にその公演なんか何喋ってるか分かんないっけ、私何喋ってるか分かんない、そう、その何なんて言えばいいの、その公演の映像を見て、ここ治ってたよ、よかったよっていうのを後から連絡もくれて、本当にね優しい先輩だなって思いました。そう、その後ね時間余ったから一緒にご飯食べに出てくれました。で次の日は、あ、次の日がもうこれか、次の日はあれでした、青ヶで、この日が12人バージョンが初めてだったんですよ。そうなんだそうなんだ、
めっちゃ待って、めっちゃいろいろ発表されてる。めっちゃ公演あるんですね、7月。ちょっと今見てる。めっちゃ公演やるんですね。劇場から SK もあるんだ。毎日じゃん。毎日公演じゃない？でそれで、まあそんなことは置い、そんなことじゃないけど置いといて、置いといて、何の話してたっけ？何の話をしてたっけ？何の話をしてたっけ？めっちゃ何の話してたか忘れちゃった。まあいいや、青川あれ何話してたっけ。もう青川が始まって、で、まあ、12人バージョン、あんまり記憶にないけど、まあ、青海の生誕がありました。はい。その日の記憶あんまりないな。何してたんだろう、何考えて生きてたんだろう、その頃。写真見たら思い出すかな。この日の写真もね、一枚もないんですよね、私。なんだろう、なんでそんなこと言うの。なんでそんなこと言うの。で、11月3日は手をつなぎながら公演がありました。手をつなぎながら公演がありました。の日はこの胸のバーコードでセンターをやらせてもらいました。嬉しい、嬉しかったです。嬉しかったんだと思います。めっちゃその写真がいっぱいある。なおさんとずっと話してました。私のなおさん、えなちゃんと大富豪対戦した。で次の日は何してたかちょっと分かんないです。その次の日は K2 公演、リンカタンの生誕祭でした。キューキがいっぱい、めっちゃみんなで話し合って頑張った思い出です。その次の日は記憶がない。その次の日は S 公演でした。 S 公演全然記憶がない。11月の記憶が本当にないんだけど、何してたんだろうね。S 公演で、次の日はその次の日は K2 公演でした。この日も記憶がない。あ、冬ちゃんが初アンダーだった。でした。記憶がないけどいっぱい自撮りしてます。そんで次の日は次の日何してたの、ちょっと記憶がないです。話すことがなくて申し訳ない、記憶なくて。キミちゃんと一緒にいるけど、あ、これは違うけど、
今も同じ日の自撮り、同じ日の自撮り。あ、この写真今日メールに送ったやつです。9日は何してたかちょっと分かんないんですけど、10日はですね、私の大好きな古畑奈緒さんの生誕祭に出させてもらいました。はーい。そう、私なんかもともとこの日出ない予定だったんですよ、公演に出ない予定だったんですけど、で出たいです、出たいですってずっと、なんかこの日は多分奈緒さんの生誕祭だろうなって思ってたから、あ違う、最初出る予定で出なくなったんだ、出なくなったんです。で悲しかったんですけどたまたまなんか一個ポジション空いて、空いた瞬間なんか空いた、どうしようみたいなスタッフさんがいてたから、へーって思って走ってって、覚えます、出してくださいって言ったら出れましたお願いします、お願いしますって言ったら出れました。嬉しい。だからそれで、でもその日がなおさんがお昼公演出れなくなっちゃって、だからお昼はなおさんのポジションをやらせてもらったんですよ。だからきみちゃんもお昼と夜でポジションが違ったから、2人で早朝から、早朝前日からお泊まりしてたのかな、お泊まりして朝から一緒に夜まおさんも練習してました楽しかった。そう、ハーフツイン行ってね、公演初めて出たんです。これは私のホーム画面、熱意がすごい。いやでもみんなそんな感じだと思いますよ、あだれてる子は。わかんないけど、私は出てくださいって言われて出たの1回しかない。ここのポジション覚えてくださいって言われたことなくて、ずっとなかったから、初めて言われた時も大号泣大号泣をしました。初めて若松ここ覚えてみたいな言われた時、まあそれも人が出れなくなっちゃって、人が足りなかったから言われただけだけど嬉しかった。それ以外はもう、ここ次どこ開きますか、どこ開きますか、ここ覚えていいですか、ここ覚えるんで出してくださいって言ってたけど、K2 公演とかほとんどそんな感じです。で、そう、そんなね素敵な生誕祭をねにね出れて、樹里さんと初めて喋った日、そうです。それでその次の日はポッキーの日だったんですよ、11月11日。だからきみちゃんとさきさんとレッスン場で練習して、ポッキーをさきさんがくれました。ポッキーの日、ずっとで3人でご飯食べに行きました。楽しかった。自分からって素敵なことですね。自分からね言わないとね出れないしね。この無観客じゃなくて配信限定公演もね、出たいですお願いしますってずっと言ってた。で次の日は手をつなぎながら公演でした。この日はですね、私の大好きな公演でして、なぜかと言いますと、エゴさんと初めて一緒にユニットをやった日なんですよ、グローリーデイズ。覚えてますか、
青海とエゴさんとグローリーデイズをしました。あ、この日もシンポジでした。そういえば全然覚えてなかったけど、なんか定点見たらシンポジでした。でも確か楽しかった気がする。ゆきさんに一生喋りはけてたこの日。グローリーデイズ楽しかったです。この日からやってないグローリー。そうですね、この日楽しかった、めっちゃ楽しかったこの日、なんでかわかんないけど。はい、それで次の日はちょっと何してたかわかんない。何これ、どこここ、ああれ何これ、あこの日あれだ、なんかイルミネーション見に来た。免疫のココナとマコピとキミちゃんと楽しかった。なんで集まったのかちょっとわかんないんですけど、リハかな、リハか自主練かなんかしてました。遊んでましたね。かわいい子かな。で次の日はなんだこれ、あれこれん、次の日は重ねたアシェット公演でした。あれも記憶がない。記憶がないんですけど、このお弁当のお魚に翼が生えてたっていうのはねありましたね、思い出。この日の思い出。あとメントスをもらった。はい、あでこれでこの日で S 公演ずっと初アンダーからずっと出てたんですけど、この日途切れちゃったんですよ。あれ違う、この日じゃないか、あ違うわ、これはちかこさんの生誕祭 に出れなかったのでこの日にお祝いしました。多分そうだと思う。で次の日は青春ガールズ公演でした。里加穂さんと横にゃんさんが実況してくださってて、ブログとかにも書いてくれて嬉しかった。はい、そうですね、次の日は、あ次の日はあれです、アップビートウィークエンド合ってるかなの ラジオに初めて出させてもらいまして、あのねクリスタル広場かな、クリスタル広場で、やりましたね。行きました、ありがとうございます。そうありがとうございます、来てくれて楽しかった。初めて一人でお仕事したの初めてかな確か。そうです、でその後に公演見に行って、公演やってたから見に行って。鉄な2回公演やってたんで劇場に見に行きました。そうあのラジオもねもう終わっちゃって寂しいですけど出れてよかった。で次の日は、あこれあれか、ゆうゆうさんといちご飴食べてます。
ミュージックビデオの撮影中に。初めていちご飴を食べた記念日映え、インスタに写真載せたのでぜひ見てください。楽しかった。恋の根拠、白井姉妹の写真がいっぱい私の携帯には入って、そうこの日にあやむろさんと仲良しになりました。で次の日はあいあいさんとほののさんとご飯食べに行って、ほののさんはその後公演だったので見送りしました。みんなでもんじゃ一面もんじゃの写真、もんじゃの写真です。あ、ショールームやってますよってさ、ツイートやるの忘れてた。で次の日は K2 公演でした。K2 公演でしたなんかあったのかな。大村さんとキムチ、で次の日はゆっちとさやかちゃんとラジカルネオナイトに出させてもらいました。これが最後の出演となりました私はこの時謎にこの髪型にハマってましてこれで公演をしました公演じゃない、何これ、これでラジオをした。楽しかったです。あんまり覚えてないけど。で、そう、公演じゃなくてラジオがありまして、その次の日は K2 公演でした。これは、青海が初アンダーかな。で、さきさんとみなるんさんが、復帰しまして公園に。楽しかったです、楽しかったです。なおさんに三つ子ことにハマってると言ってたね。あ、その時かラジオその時だったみたい。その時でした。めっちゃ覚えてないな、やば。私って記憶力いいと思ったけど全然、意外とそうでもないかもしれん次の日は青が青春ガールズ公演でした。何かあったのかな。この日は特にないけど写真がいっぱいあります青春ガールズ公演でした。11月22日、何かあったのかな。まあ公演をねしてましたね
次の日は AKB48 さんの握手会がありました。これはどこでしょう。東京らへんですね。横浜かな。幕張か横浜かで握手会がありました。あおちゃんに会えた。 NGT48 さんの、だってあおちゃんです。マジ一瞬だけ会えました。嬉しい。あ、ドーナツを食べてますね、ゆゆさんと。この後握手会でしたね。楽しかった。楽しかったです。次の日はですね、S 公演がありました。確かこの日はあみちゃんがスクランブルしてくださって、シンポジで本当にかっこよかったです。あと卒業生の方が見に来てくださってて、あーって思った。あーすごい、かっこいいって思って、かわいいって思いました。2回公演かな。はい、この日はメントスの靴下を履いてますね。11月24。そして次の日は何してたのか、撮影だね。撮影してまして、その後はなんか特に何もしてないみたい。なんだこれ、あ、この日あれだ、その次は青春ガールズ公演が、あの8期生さんとほののさんとなるぴーちゃんとあと9期3人のやつがあったので、これは見に行かなければと思って見に行きました。見学しに行きました。感動した、めっちゃ。とても感動しました。まあ、そんな感じで11月もね、終盤にかかってきまして、11月30日に SKE の握手会が幕張だ、幕張愛知ですね、スカイエキスポかなでありました。で、この日は9期全員で制服を着たんですよ。もうね、全員、まさかみんな本当にね、みんなで着えると思わなかったので嬉しかったですね。で、私はこの日全員と写真を撮ることを目標に頑張って、みんなにね声かけてね撮ってもらったんですけど、あのキミちゃんとナーヤンだけ撮れないっていう、なんかそこみたいなとこだけあれでした、無理でした、普通に忘れてた。あとは全員撮りました、写真ね。楽しかった、みんなが来てて嬉しかった。そう、全員制服だったんですよ。レアですね。私は前日に買いに行った、忘れてたわけではなくて、後回しにしてたら前日に買いに行って、しかもいいのがなくて適当に選んじゃった。一番撮れそうな2人で、それ本当にいつも撮ってるような、でも何やってる写真ってね、私ないですよね、意外と。めっちゃ一緒にいるけどね、写真があんまりなくて。そうで、あれ11月って30日までしかないんだね。でも私はこの日、この日に奈緒さんと話せるようになりました。
この日に。なんかめちゃくちゃ会うのが久しぶりで、自分から話しかけに行ったら初めて来てくれたねって。そう、それがこの日の写真です。私があれツイッターのヘッダー画像に、今はしてないんだけど、ツイッターのヘッダー画像にしてたり、インスタのストーリーに載せたりする写真、バージーが撮ってくれた。こんなそんなこんなで11月も終わりました。なんだろう、11月、記憶がない月。11月はどんな一、どんな月だったと思いますか？それはアミちゃんが撮ってくれた。無線握手してるって言って。たくさん超えれてましたね。たくさんかな、これたくさんって言うのかな。1月ね、でも楽しかったと思います。あれ紙どこ、 あれ今日はペンはあるんだけど紙がないです。紙、ノートがないですね。あった。もうさ、ちょっと周り見てから発言しようよ自分。でも紙のさページがない。どうしよう。ページがないよ。あった。まあここ使おうと。あ、これ書いたらうちラジの台本書けなくなっちゃうよ。はい、11月のお話は終わりました。シンポジ以来が来たの、来てないよ。シンポジ以来は11月は来てないよ。やっと前髪いい感じになった。はい、分かりました。決めた。はい、かわいい、かわいい感じになった。できましたか？終わります。3、2、1。はいはいはい。というわけでもうあと9分。早い早い。まあそんな感じの、はい、今日はそんな感じで。なんかもうやばい、今日多分私自分何喋ったかわかんないや。なんだろう、なんでだろうね。
なんでですかね。こんな配信を見てくださってありがとうございます本当に。あと8分ですけど何か話することがあれば。お疲れ気味ですか。いやでも私今日ずっと寝てたっていうか何もしてないから疲れてはないと思うんですけど、何ですかね。生誕 T シャツ、生誕 T シャツ確かにいつ届くんだろうね、わかんないけど。でも言うてまだ6月ですよね今って。早いな、早いですね販売が終わるの。配信してくれてありがとうございます。見てくれてありがとうございます。こちらこそ。私も寝てた。私は寝てない。私は寝てないですよ、ぼーっとしてた。ちゃんとね、何時に起きたかな、8時ぐらいに起きた。ぼーっとしてるから疲れたのかな。でも公演見てました、あの16人の公演。普通に昔っていうか前の定点とか見てました。だからもうずっと公演見てた。なんか公演、そう公演ね、16人バージョンはねもう前ポジ覚え、この期間に覚えたけどもう多分忘れてるよな。忘れてると思うな。でも今やってるの6人バージョンだからもう意味なかったなって思って。頭から消そうと思う。また覚え直します。やっぱねアイドルはねいいですよね。もうなんかやることないし予定もないから何もしてないよ。 TikTok とか見てます。なんか昨日お仕事で事務所に行ったんですけど、みんなね、みんな何かしらの練習してて、なんか自分って何してるんだろうって思った。ただのね、何も今の自分はね、あれですね、廃人。今日はパッションボーイやってた。私は今日は大富豪してました。自主練はいいの？どういうこと？レッスン上はなんかやることがある子は使っていいんじゃないですか。私は特に予定なんか何にもライブも公演も出る予定ないからレッスン場は使えないです。言うてね家でも踊るスペースないから踊れないし。明日は家の片付けでもしようと思います。毎日、そう毎日アイドルです。毎日アイドルって言っても十何日だけど、いつ途切れるか分かんないし。窓開けて寝てるんだけど
暴走族がうるさくて対策ありますかね。耳栓をする。耳栓はね、100均とかで売ってるんですよ実は。今日はまひこさんの誕生日ね。まひこさんとあみちゃんの誕生日、今日はおめでとうございます。青空片思いが頭から離れない。でも振り付けは思い出せない。あと2分だ。何話そう。なんか話さなきゃ。何話したらいいんだろう。何話そう。おうちラジオを聞いてください。おうちラジオを聞いてください。あと、あのハッシュタグの方で感想とかつぶやいてくれたら嬉しいです。とても喜びます。そしたら。毎日アイドルは誇りを持って、毎日アイドルじゃないもん私。明日の予定は引きこもる。家に引きこもる。質問します。どうぞ。あと1分しかないけど、どうぞ。何ですか。あと1分しかないけど、何ですか。どうぞ。質問どうぞ。間に合うかな。あと10秒とかだけど、質問来ないけど大丈夫かな。ありがとうございました、見てくれて。雨降ってないと思う。わかんない。ごめん、わかんない。わかんないです。バイバイ。